皆さんこんばんは。選ばれる起業家のための魅力アップコンサルタント、とちやゆり子です。今日も美動美的チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは外見と内面の両方からアプローチをして、自分らしく生きるための秘訣をお伝えしております。今日の金運レッスンは、昨日に引き続きバイオリズムのこと今日から始めてきます。昨日はちょっとバイオリズムの入り口編ということで、私の個人的なプライベート感満載の内容になってしまいましたので、グダグダとしてしまった部分もありまして、失礼いたしました。まあ、ああいうのがね、好きっていう方はお付き合いいただき、いやいやいや、もっとコンテンツをパパッパパッパって言ってくださいよっていう方は、まあ、今日の動画にお付き合いいただけたらと思います。はい、昨日のおさらいということで、日本にも春夏秋冬ありますけれども、日本にもっていうかね、春夏秋冬ありますけれども、それが自分の人間にもこう当てはまるってことですよね。やっぱりこう上がったり、またちょっと落ち着いたり、お休みの期間だったりっていうのがあるから、決して焦らないでくださいねっていう内容を最初にお伝えしました。ということで、バイオリズムさえ知ってれば、あくんどうなんだろう、まあそういったね、うわーって思っちゃうことから解放されて、強運を引きつけるよ、コントロールできるよ、やってくるよっていうような内容です。そう、皆さんにとっての成功って何でしょうか。それぞれありますよね。成功ってよく言いますよね。なんかすっごい、なんかこう、なんだろうな、大きな家に住んでとか、すごい会社のいい車買っちゃってとか、そういった目に見えるものとして何かをこう欲しいなっていう成功、それが成功ですよ私にとってのっていうことも方もいらっしゃるでしょうし、なんかまた違ったね、それぞれのその人それぞれの成功の形、成功したからこれがこれ変えたみたいなのもあったりすると思うんですけど、そういった成功の秘訣っていうのは、時の流れをつかむってことなんですよ。そう、バイオリズムを使うこと。あ、今お腹鳴っちゃった失礼しましたということなんですね。成功の秘訣は時の流れ、バイオリズムを使うこと。まあ今日ね、こうやって聞いてくださってる皆さんは、これまで運のいい人悪い人の違いを本気で考えたことってあります？あの人運いいな悪いなとかっていうのを本気で考えたことありますか？ビジネスでもプライベートでもね、何やってても成功する人もいれば失敗する人もいますよね。もちろんその失敗の度合いもある。ただずっと失敗してるような感じの暗い感じのとか、なんかどうし大丈夫かみたいな人とかいたりしませんか？今までの人生に行き合ったことないですか？この両者って一体どんな違いがあるのかなって思うんですよね。そう、そういう疑問がね、私の師匠も湧いてきたそうなんですよ。例えば、努力してるのにうまくいかない社長とうまくいく社長の違いってなんだろうとかさ、なんで例えば〇〇さんは急にスランプになっちゃって売れなくなっちゃったのかなとか、さらに師匠はまあジャーナリストとしても活動しているので、まあ、いろんな方にインタビューをしてるんですよね。その中で、人生がうまくいく人とうまくいかない人の違いって何かなとか、運がいい人と悪い人の違いは何かななどとか、そういうふうな、まあ、様々な運との関係に興味を持ち始めたんですよね。そうなんです。まあ、その結果こういった9つのタイプっていう分け方をするようになったわけですね。で、人間の可能性や相性などを研究してきたんです。で、これのベースになってるのっていうのは、最初の頃から聞いてくださってる方はもうご存知だと思うんですけど、液晶なんですよ。で、気境って そもそも変化するものだよってことなんですよね。常に物事って変化するよって。だから時の流れを研究して時を読み解く統計学なんですね。で、時を読み解くために使うのがこのバイオリズムなんですよ。運がいいとか悪いっていうのは、偶発的に起きる作用によって引き起こされるものだと思われがちなんですけど、それは違うんじゃないかなって思ってるんです。まあ世の中に偶然なんかないんじゃないかなって。たまにね、私高校とか卒業して、高校とかって言うんですね、高校卒業して都内に出て長く住んでたんですけど、なんかね、全然親しくもなかったのに、なぜかディズニーランドで行き合っちゃったとか、その方とまた数年後になぜか渋谷で行き合ったりとか、なんだろうとか思った時があるんですけど、なんかね、やっぱりね、そういうのってあると思うんですね。原因があって結果があるように、全ては必然なんですよね。そう、そういうふうに捉えてる。確かに社会では成功した人、失敗した人っていうくくりってあるんですけど、皆さんがね、どちらになるかっていうのは、まあ来るべき来たるべきタイミングで、その時にすべきこと、その時にした方がいいよってことをしてるかどうかだと思うんですよ。
こう捉えてます、捉えます、私はね。つまり時を読んでバイオリズムに合った行動ができるかなどうかなっていうところが、こう全てを決めるんじゃないかなっていうふうに思ってます。きっとね、皆さんも経験あるんじゃないかなって思うんですよ。何やってもうまくことが運ぶとき、何やってもうまくいくときと、逆になんか一日、昨日は一日これがあって、これが椅子からひっくり返っちゃってとかね、あるそれクライアントさんが言ってたんですけど、調子が悪いなと思ったら、職場でお昼食べてたら椅子がもうなんか折れちゃってとか言ってたかな。そういうことって続くんですよね。その答えってその時にね、やるべきことって、やった方が良かった、いいこと、正しく実行してた、正しくっていうか、その流れによって、その本能を感じ取る、その自分が感じ取る気持ちによって実行してたかどうかっていうのがポイントなんじゃないかなって思うんです。その時にその自分が感じた、その本能で人間って感じるじゃないですか。これやばいね、これ食べたらまずそうだな、大変だろうなとかってなんか感じますよね、人間ってね。いや、この人ちょっとまずいんじゃないかなとかっていう、それは対面したら、その人と対面したら分かると思うんですよね。話したりすれば、そういう風な時にこれだって思う方の行動を、お金に流されてこっち取っちゃうとかってことはしないで、これだって思う方の行動をしてれば、おのずと物事は好転していくんじゃないかなって思うんですけれどもね。逆にこっちの方がこっちの利益がありそうだとかね、なんか何かがよぎって、そうすると何をやってもうまくいかないんじゃないかなって思います。椅子からひっくり返っちゃったのは何かがこれだって思ったってわけじゃないけど、そうだから時のタイミングを得た人っていうのは、やっぱりそういうふうにうまいふうにいって、時をね、ここだっていう時に乗れないと、それはちょっとチャンス、前髪ねのチャンスとかありますけど、それをね、もうもったいないことしちゃうってことじゃないかなって思うんですよね。そうなのでね、時をコントロールっていうか、そういう流れに乗るっていうのが、運がいいとか運が悪いっていう、こういう概念を超えて、なんかこう、あなたが、皆さんが、私こうしたいって幸せになるところのね、成功、要するに皆さんにとっての成功っていうのをゲットできる古いな、皆さんにとっての成功っていうのがつかめる、そういう過程になるんじゃないかなって思います。ということで、今日も自分のなんかこう気持ちも乗せて話してましたけど、気持ちが乗ること大事ですよね。だってちっちゃい子供とか特にそうですよ。この人が本気で話してるのか、なんだかこれちょっと違うなっていうのは、もうちっちゃい子であればあるほど察知能力高いですからね。この人優しい人とかって分かるじゃないですか。ちっちゃい子って本当によく感受性も豊かだし、だからやっぱ本物とか偽物ってわけじゃないけど、その健全か健全じゃないかっていうわけじゃないけど、そういう風なエネルギーで話すことってすっごい重要じゃないかなって思います。というわけで、今日も長いバージョンでお伝えしてしまったので、長いバージョンでも付き合えるよ、私、俺、僕みたいな人は、最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日も本当に感謝感激です。ありがとうございました。おやすみなさい。